はい、品川にやってまいりました。今日はここから鎌倉に向かいたいと思います。改めましてこんにちは、エイヨです。ということで、この今鎌倉にやってまいりました。これから江ノ電に乗って、鎌倉から長谷までですね、行きたいと思います。長谷は、3つ先。じゃあ行きますよ。江ノ電はね、結構混み合うので、密にならないように行きたいと思います。さすが観光地、みんなね、江ノ電撮ってる。さて、江ノ電が来たので、これから江ノ電に乗っていきたいと思います。はい、長谷に着きました。長谷はね、鎌倉大仏があるところですね。そちらの方に今日は向かっていきたいと思います。鎌倉大仏にやってまいりました。鎌倉大仏は高徳院っていうのかな、こちらにあります。ここはね、拝観料が必要ですね。じゃあ、拝観料を払っていきますか。拝観料は、一般300円ですね。今の季節は11月なので、午前8時から午後5時までやってます。一般2枚ください。はい、ありがとうございます。はい、拝観料300円払っていきます。はい、鎌倉大仏やってまいりました。鎌倉大仏ですね。いやー、久しぶりに来た。鎌倉大仏、鎌倉大仏の裏側はどうなっているか。こうですね。はい、裏側はこのように、なんだろう、扉、窓があります。なんでこれ窓があるかっていうと、中に入れるんですよね。今は入れないようになっているのか。コロナウイルス感染症の拡大に伴い、中のね、配管は利用中止だって。残念。大仏の裏側にはこのようなお庭があって、いいですね。イチョウの枯れ葉が綺麗。イチョウがなってるっつうのかな、咲いてるじゃないかな。イチョウの木からこのように枯れ葉が綺麗だな。
湘南で有名な踏切です。ここは鎌倉高校前駅で来れます。江ノ島駅に着きました。はい、江ノ島駅です。これからね、あっちか、あっちの方行って江ノ島に向かいたいと思います。さあ、江ノ島に向かって行きってます。江ノ島は今陸続きになっているので道路で行けるんですけど、こちらからね、江ノ島に向かうことができます。江ノ島の地形はこのような感じになっています。さっきね、ここの江ノ電の江ノ島駅でこの道を歩いてって、今この辺りで陸続きでね、こう弁天橋があって江ノ島、地形はこういう感じですね。これからちょっとこの先っぽの方まで行ければ行きたいと思います。弁天橋の歩道はこのような形で結構整備されています。今日はすごい日差しが強くて、まもなくね、日の入り、夕日だと思うんですけど、いや、なんかいい風景撮れたらいいな。どうかな、見えるかな、あの辺りに富士山が見えるんですけど、こう、あ、ズームでなんとか見えるか。初めてデジタルズーム使ったわ。弁天橋の下はこんな感じで、はい、海があります。多分今満潮なんじゃないかな。干潮になればもっと完全な陸続きになると思うんだけど。で、あっちにね、江ノ島があります。はい、江ノ島に着きました。江ノ島ね、こういう参道があって、中に江島神社があります。さらに奥に行くこともできますし、山に登るときにね、エスカーっていうのを、エスカレーターね、乗って上まで行くこともできます。こんな狭い山道でも車が通ってきます。いや、佐川さん頑張ってんな。おお、これが朝日本店のタコせんべい。はい、一切れもらっていい？食べて、どんどん食べて。じゃあ、よし、じゃあいただきます。うん。サクサクして美味しい。うん、タコせんべいうまいわ。タコせんべい二切れ目、うまいね。うまい。こちらが江島神社の鳥居。このまま登っていくこともできますし、こっちですね、これエスカー乗り場。
決まりの方からどうぞ。切れそうだ。こちら200円のお返しとシーキャンドルタワーまでのチケットになります。ありがとうございます。はい、800円のシーキャンドルセット、シーキャンドルセット、こちらで行き、こちらでエスカー乗っていきます。じゃあ行きますか。はい、エスカーはいわゆるエスカレーターなんですけど、有料で一番上までバビューンと行けます。あっという間に江島神社の上まで来ました。エスカー乗り場第2。はい、さあエスカー楽ちんだな。さあ次は3つ目のエスカー行きますか。まあ、早速頂上まで行きますよ。ここで最後です。はい、キャンドルまで来てます。さあエスカーから上がってきましたけど、夕日に間に合うか。ああ、みんな夕日をね見に来てるね。ああ、もう沈んじゃいましたね、雲の中に。すでに遅し。これが夕日。いやー、夕日落ちるところは見れなかったけど、でも綺麗な夕焼けが見えております。あっちの方ね。というわけで今日は一日鎌倉と江ノ島を堪能してきたわけなんですけれども、ちょっとねスケジュール的に厳しいものがありまして、まあ最後の方は駆け足になっちゃいましたね。まあでも今日はね一日いろいろトラブルもありつつも、なんとか Vlog 撮れてよかったと思います。今日はこの後江ノ島のあたりで、まあ、夜景を少し撮ってみたりいろいろしてみてね帰っていきたいと思います。ということで今日の動画は以上となります。この動画面白かったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。以上エグでした。ではでは。はい、はい、はい、シーキャンドル初めて入るわ。これがシーキャンドルの中の庭園ですね。うん、初めて来た。5時かな、まだイルミネーションされてないや。こうやったら、いやー、展望台来た。初めて来たな。何これ？これライトアップするんじゃない？点灯式ということで鶴野さんが画面に登場してまいります。一緒にカウントダウンの瞬間をこの場でお迎えしたいと。あ、どうだろう、見えるかな。あれの少し突端が富士山ですね。これでちょっとズームしてみると2倍ズームですけど。もう少し分かりやすくなるかな。はあ、江ノ島のここまで来たわ。結構こうやって見ると、まあ見えないかもしれないけど、あれだな、神奈川県の湘南が一望できる。ちょっと疲れたのでカフェでホットコーヒーいただきます。ホットコーヒーといえば、まあ、このまま普通飲むんですけど、僕の場合はねこの蓋は取っちゃう。これで飲みます。美味しい。あったまるな。結構ね今日は一日暑かったんですけど、日が落ちてきてからはだいぶ涼しくなりましたね。デザートのミルクレープいただきます。
今回はこのミルクレープとガトーショコラをいただきました。はい、じゃあいただきます。うん、うまい。今日の Vlog の最後はこちらシーキャンドルのイルミネーションでお別れしたいと思います。いやー、イルミネーション綺麗だな。ここのイルミネーションは5時から点灯して、今ねちょっとカフェで休んでたから5時40分ぐらいの時間帯ですけど、結構綺麗にイルミネーションありますね。おお、オズモポケット結構綺麗に夜景も撮れますね。今、ISO感度は上限6400で撮ってます。ほんと、青色 LED になってよくなったね。綺麗だよ。いやー、すげー綺麗だな。こんな感じです。上が見えた方がいいか。こういう感じで撮れてます。いやー。